さあやってまいりましょう。手持ちのツム全て紹介し終わるまで終わりません。続きましてはモンスターズインクよりワゾウスキーマイク和製の言い方になっちゃった。マイク・ワゾウスキーです。ね、今何かとちょっとご病気をされてて結構大変にされている田中さんですね。爆問の田中さんが声をやった人ですよね。意外とマイクの声に合うよね。うん、合ってたんですごいこう適役な人だなって思いましたけどね。はい。で、まあ、M サイズは一応そのスキルとして溜まってるんですが、まあこのマイクに関してもまあ、以前別のねマイクのパターンのやつを紹介したことがありますけど、このマイクに関しては初期面になりますんで、まあ、対してねちょっと消す範囲っていうのが広くないと。 M サイズだったらねやっぱね25とかそのくらいは消しといてほしいっていうところなんだけど、まあ、残念ながら初期面ということもあって、まあ、20っていうところがまあ結構限度かなっていう感じですね。どうでもう一回こうドゥンで、マイクが消すというよりね、相方のサリーが出てきた、その勢いで消えてるって感じだね。で、ハムが今出てきてますけど、ハムがね、最近こう出したキャラだから、いまいちこう出てきて、なんかね、馴染みがないんでね、僕にとっては違和感があるっていうところですね。モンスターズインクのね、ツムをね、何回も出しすぎたせいでね、何喋っていいかがもう分かんなくなった。だってもう、第1作目しか見たことがないっていう話と、モンスターズユニバーシティとかね、そういうのは全然見てないよっていうくらいの話しかね、もうネタとしてないんでね、はい。よし、計算。うん。まあ、初期なので、まあ、なかなか出にくいツムであるかもしれないですけど、まあ、引き当てたらね、面白い。がてら、面白がてら、楽しみがてらにぜひやってみていただけたらなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。バイナラー。